はい、どうもお疲れ様です。タコベースへようこそ。今日はですね、近所の公園に来てます。はい、まだね、桜のまだ花が残ってますよね。今日晴れてるんですけどね、うっすらこう春がすみがかかってて、空の色はねあんまりねそんなに綺麗に濃く出てないかもしれませんけど、まあでもこういいお天気であることはいいお天気です。いやー心地いい風が吹いて、あいいですね。今日はですね、富士フイルム のカメラユーザーがですね、なんで富士フイルムのカメラを選んだかということを聞けば、まあ、多くの人が答えるであろうフィルムシミュレーションについて、はい、まあ、フィルムシミュレーションってこんな色味ですよっていうのをね、ただ見てもらうだけの動画なんですけれども、ちょっと収録していきたいと思います。写真写りのね、発色とか階調を調整する機能っていうのはもう各カメラメーカーね、それぞれ、まあ、あると思いますけども、やっぱり富士フイルムのこのフィルムシミュレーションっていうのは、まあ、独特ですよね。フィルムシミュレーションそれぞれがね、こうエモい、どれもエモい感じで、あとこう名前がね大体ね、まあ、ちょっと出してみましょうか。こんな感じで呼び方からしてちょっとねかっこよさそうですよね。こうスタンダードでもですね、このプロビアっていう名前がついてるんですね。これもフィルムシミュレーションの名前って昔のね富士フイルムのフイルムのね、名前がそのままついて、たりするんですけども、こう名前がかっこいいですね。ビビットじゃなくてベルビアとかですかね。わざわざこうね一眼レフとかね、ミラーレス一眼とか買われる方って、まあ老現像ねしてる方も多いと思いますけども、結構ね老現像とかっていうのはねやりだすとそれはそれで面白いんですけど、まあ、あと動画でのカラグレとかもそうですよね。その作業自体ね結構面白いことは面白いんですけども、やっぱりね一通りの作業どんなことができるか分かったらね飽きてくるというかですかね、面倒になってくるというか、はい、まあ、その点JPEG 撮って出しで、まあね、プロの方もうなるような色合いにしてくれる富士フイルムのフィルムシミュレーションっていうのはですね、本当にいいなと思います。まあ、大体富士フイルムってね、もともとカメラメーカーじゃなくてこの部分のね会社でしたからね、フィルムメーカーですからね、色合いとかですがね現像のところをね担当する会社やったんですよね。まあ、だからこそこの部分はうちに任せろというかね、撮って出しでいいでしょみたいなねところがこう伺えるのがですね、まあまあ頼もしいなっていうね、ところもありますね。でここはですね、まあちょっと人物、まあこんなおっさんで申し訳ないんですけど、まあ、こう人物とあと一応こうね、人工物も後ろにあったりして、で、花ですね、とあと空、緑が入るっていう感じで、これでまあ色味をね見るには、まあ、まあまあええ感じじゃないかなと思いまして、この構図でパラパラとねフィルムシミュレーションを切り替えていきたいと思います。でカメラは XT32、レンズは XF23mm の F2 ですねで撮ってます。もう今開放で撮ってます。ただその動画なのでND フィルターかましてますけどね。まずはこれ、今動画用として設定されてるエテルナです。はい、エテルナ、今エテルナで撮ってます。XT30 のね取扱説明書に書いてあるフィルムシミュレーションのところの記述をねちょっと読んでいきますね。落ち着いた発色と豊かなシャドウトーンで動画の、撮影に適していますということですね。はい、どうですか。はい、まあ、はい、まあこんな感じです。はい、ほな次いきますね。はい、これが標準ですね。標準、まあスタンダードですね。名前がプロビアっていうね、名前がついてます。標準的な発色と階調で、人物風景など幅広い被写体に、適していますということになってますね。はい、まあ、動画撮るときねエテルナでよく撮ってるんですけども、エテルナみたいな渋さを求めないときは割とこのプロビアで撮ってますね動画ね。あとスチール、まあ、写真については写真もね他のシミュレーションでじゃないなっていう時にこれを使うみたいな感じですかね。はい、はい、僕は大体そんな感じで撮ってます。はい、これはビビット、ベルビアという名前がついてます。はい、どうですか。
結構色鮮やかですね、はい、説明が高彩度の発色とメリハリのある階調表現で、風景や花の撮影に適しています。はい、ということで、はい、僕もこれ、風景もう まさに風景とか花の時はこれですね。はい、まあ、僕基本的に風景、ね、写真をよく撮るので、これはかなり使うフィルムシミュレーションですね。はい、はい、それでは次行きましょうか。はい、今度はソフトということで、名前がアスティアという名前がついてます。説明文読んできますね。肌色のつながりを良くしつつ、青空も鮮やかに映るようになります。うん、屋外のポートレートに適しています、と。はい、ということで、そうですね、まあ、僕もこれは風景バックに人物を撮るときに割と僕はこれを使ってますね。はい、肌色がねそんなにね高彩度になるのはねちょっと抑えてくれるんですよね。だから人物は人物で肌色を綺麗に、で風景は色鮮やかにっていう感じですかね。はい、では次行ってみましょうか。はい、これはクラシッククロームという名前のフィルムシミュレーションですね。発色を抑えて暗部のコントラストを高めます。落ち着いた表現に適しています、ということで、はい、まあ、これは風景というよりはこうね なんていうか、まあ、大阪のね街中いうともこう下町の方のね、商店街とかはねこれでスナップすると割とええ感じで撮れたりしますね。はい、はい、これがプロネグハイという、フィルムシミュレーションで、ちょっとなんか音が鳴り始めましたけども、はい、プロネグハイという僕、まあ、これと次のやつもね、まあ、両方ともポートレート用の、ね、フィルムシミュレーションなんですよね。で僕ポートレートあんまり撮らないので、あんまどっちもあんま使わないんですけどね、はい、まあ、色味こんな感じです。まあ、風景を撮るようなもんではないと思いますけどね。はい、プロネグスタンダードに比べて階調やや強階調やや固めにしています。屋外でのポートレートに適しています。はい、では次ですね。はい、プロネグスタンダードですね。全体に落ち着いたトーンになります。さらに肌色再現の階調のつながりを重視し、スタジオでのポートレート撮影に適しています、ということですね。はい、はい、ちょっとですね、裏でラッパの練習始まってますんで、ちょっと聞こえますかね、音ね。はい、はい、はい、これがモノクロのフィルムシミュレーションです。はい、モノトーンの表現を生かしたモノクロです、という、まあ、まあそのままですけども、はい、これ次にアクロスというね、富士フィルム独自のモノクロのフィルムシミュレーションがありますので、ちょっと違いをね、比べてみてください。はい、それでは次移りますね。はい、これがアクロスです。はい、はい、まあ、どうですか、こう違いは。ちょっともうかなりラッパの音が気になりますけども大丈夫ですかって聞こえますか。はい、はい、でアクロスの説明文が、質感が豊かでシャープな表現のモノクロです、ということになってます。先ほどのモノクロとこのアクロスはそれぞれさらにこうね3つのフィルターがね選べるようにはなってるんですけどね。はい、あんまねモノクロ使わないんで、はい、ちょっと あんまりこの差についてね詳しくこう見比べたこととか 僕自身あんまりないんですけど、はい、まあ、こんな感じです。はい、はい、これが最後のフィルムシミュレーションセピアですね。はい、まあ、説明がウォーム調の色合いで、温かみのある雰囲気の表現に適しています、ということです。はい、まあ、これもねあんまり使わないですけど、はい、まあ、どうでしょうか。はい、こんな感じです。はい、はい、それではエテルナに戻ってきました。はい、はい、どうでしたでしょうか。はい、まあね動画でパラパラと切り替えていきましたけれども、はい、この後にねそれぞれのフィルムシミュレーションで撮った静止画をねパパッと貼って、終わりたいと思います。はい、特にこれから富士フィルムのカメラをね考えておられる方とかは参考になりましたでしょうか。はい、あと新しく発売される XT4 には、これにプラスクラシックネガというねフィルムシミュレーションと、あとは
エテルナブリーチバイパスっていうねフィルムシミュレーションが足されることになります。はい、まあ、それも楽しみですね。はい、それでは今日はこの辺で、はい、では写真あと見てくださいね。はい、それではバイナラ。